はい、こんにちは、ねむりさくらです。今日はですね、何をやっていくかと言いますと、今日は朝の寝起きトークをやっていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。パジャマトーク、じゃじゃん。はい、私の着ているパジャマは、まあこれと、この季節はこれと、まあもう一セットあるんですけど、これはチュチュアンナのパジャマです。チュチュアンナは可愛いパジャマとか、まあ結構ねリーズナブルで買えるパジャマが売っています。で、まあこういう感じのね可愛い系のパジャマなんですけど、お気に入りでございます。先日ね、まあ先週からずっとうつ症状にね悩まされてきたんですけど、まあ、私ねうつ病を昨年やりまして、その後、まあ、定期的にねうつ症状が出るようになったんですけど、先週またそのうつ症状が来まして、まあね全然体のだるさが抜けずっていう生活をしてたんですけど、もうねすっかり良くなりまして、あの昨日は公園に行ってちょっと太陽の光を浴びたりとか、あとは夕飯の買い出しにも行けるようになって、お家の中で洗濯物干したりとか、そういう基本的な家事もできるようになってという感じですね。定期的にこううつ症状が出るんですけど、回復した後思うのは、やっぱり普段どれだけ動けているのかっていうところですよね。あ、すごいなんか動いてるんだなっていうのも思うし、あと結構体力を使ってるんだなっていうのも感じますね。だからすごいうつ症状になると、お風呂に入るのも着替えをするのもやっと、またはお風呂にも一回入れなかった日もあったし、すっごい体がだる重くなるんですね。はい。で、あと今日は私がね最近あの活動してきた活動の内容とかも話していけたらと思います。それで私はですね、先日ユニモードさんと、あとコアドローブさんのサイトに載せていただきました。こちらは障害を持っている方々を紹介しているあのサイトなんですけど、障害を持っていてもファッションを楽しめるよだったりとか、こう車椅子を乗った方々が利用できる試着室だったりとか、あとはこう着替えやすい服を売っているあのお店を紹介していたりとかっていうサイトなんですけど、いろんな方々がこう愛用している洋服を紹介してたりとか、写真付きでね紹介してたりとかするサイトなんですけど、今回この2つに私も載せていただきました。はい。で、私のね使っている、最近使っているすごいねあの優秀なコスメだったりとか、あとまあ洋服がメインなんですけど、そう洋服だったりとか靴とか、まあいろいろと載せていただいたので、ぜひ見ていただきたいなと思います。概要欄と、あとはコメント欄の方にも書きたいと思いますので、そうコメント欄はちょっと公開してからじゃないと書けないのかな、そう確か、だからすぐ書きます。はい、概要欄の見方は、私のこの動画のタイトルがあるじゃないですか、パジャマトークのところ、タイトルのところをポチって押していただけると、ガラガラーっと概要欄が出現しますので、チェックしていただけたらなと思います。はい、初めてね載せていただいたんですけど、まあこのねこのご時世なので、まあそのお家でスタジオとかではなくて、お家でねあの撮影をして、その写真を送ってっていう形で、で、あとは文章のやり取りで質問答えたりとかして、あの出来上がったものなんですけど、なので体力的にはねすごく楽に、なんか気軽にねできたかなっていう感じです。そう、すごくねファッション好きなので、私ねすごいメイクよりかはファッションの方がすごい好きで、そういろいろとコーディネート、あの上の服と下の服をこう組み合わせるとかね大好きなんですけど、そうだからぜひね見てもらえたらなと思います。で、あと12月の頭、まだね全部は公開できないんだけど、12月の頭第1週第2週あたり
で、私、イベントにね、出演する予定になっております。まあ、このコロナの影響で、もしかしたら中止になってしまうかもしれないけど、そこら辺はちょっとわからないんですが、出演する予定になっているので、ちょっと解禁っていうか、情報解禁できるようになったら、また改めて動画にして、報告したいなと思います。今年ね、オフ会とかも予定してたじゃないですか。でも、せっかくめっちゃ考えたのに、ダメだったじゃないですか。そう、だから、もしかしたら、リアルでお会いできる機会があるかもしれないので、はい、ちょっとワクワクしつつ、ちょっと待ちたいと思いますので、告知動画の方をね、待ってもらえたらなと思います。本当に残念だったからね、オフ会できなくて。めっちゃ考えて、で、オフ会の参加の記念品とか、ここにあるんですけど、もういいじゃん。中止になったからね、公開するとほら、記念品、これを考えてたの、オフ会の参加記念品を、この缶バッジを作ったんだけど、100個作ったんだよ。100個作って、で、見える?こうやってね、こういう缶バッジを作ったんですよ。そう。桜ミートアップ2020 in Tokyo。Thank you って書いてあるね。缶バッジ。ちょっと間違って、ちょっと小さめの缶バッジが届いちゃったから、うわ、しまったって思ったから、まあいいかなって思ってます。そう。まさかのね、中止になるとは思ってなくて、めっちゃ張り切って記念品作成して、そう、こんなにあるんですけど、そう、ここで眠らせております。2020年はもう終わってしまうので、これは使えないですね。はい。まあそんなことがあったりとか。実際めちゃくちゃ私緊張しいで、そう、一人でペラペラ喋ることはできるんですけど、めっちゃ、この間のコラボ撮影とかもめっちゃ緊張して、で、なんか、相手の話していることがなかなか頭に入ってこなかったりとか、すごい緊張しちゃって、私緊張すると声が高くなるんですよ。なんか他人事じゃないけど、他人事っぽいような発言をしてしまうっていうのが欠点としてありますそう、本当ね、リアルで話すのは得意じゃなくて、そう、本当に苦手なんですけど、そう、めっちゃ緊張しいですはい、まあそんな感じ、まあそんな感じでございます。今日は夜はね、いつも、まあ今はね、お部屋の電気つけてるんですけど、いつもは、間接照明をつけて過ごしてます。朝は、こうやってパジャマで、まあ何にもない日はパジャマ。編集だけとかね、そういう、やることがお家だけで済むときはパジャマですけど、まあなんかいろいろとゴミの日だったりとか、いろいろ買い出しに行かなきゃいけない日とかは、まあ朝一から着替えて、っていう感じで過ごすかなと思います。うん。まあそんな感じです。今日はパジャマトークということで、まあ寝起きトーク、パジャマで寝起きトークをやっていきました。あ、パジャマパーティーの動画とか撮りたいんだよね、すごく。パジャマパーティーとか楽しそうじゃない?お家だとなんかさ、結構なんか雰囲気が出ないから、なんかどっかお泊りに行った時とか、ホテルでパジャマパーティーの動画とかね、撮りたい。そう。まあ今後ね、考えていけたらなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで ゆったりおしゃべりをしていきました。はい、どうだったでしょうか。今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。